観光船が出港したウトロ漁港です。日没が近づいてきて、上着を着ていても少し寒さを感じるようになってきました。海からは強い風が吹いています。沈没事故から3週間以上経ちましたが、今日捜索に新たな動きがありました。正午から同型の捜索隊13人が羅臼の市街地から野付半島の突端部分にかけて、およそ70キロにわたる海岸線の集中捜索を始めました。家族からの強い要望を受けて警察が実施を決めたもので、今日から4日間かけて行われる予定です。標津町の港での捜索では、早速波消しブロックに引っかかっていたウィンドブレーカーのようなものが見つかり、行方不明者の手がかりにつながるものかどうか詳しく調べていました。上空からの捜索で、死角となるような場所を重点的に、捜索するように指示しております。ご家族の思いにしっかりと応えるべく、関係機関と連携しながらですね、捜索活動に、万全を期していきたい。御厨さん、この陸上での捜索に加えて、沈没しているカズワンの捜索、これはどうなっていますでしょうか。はい、カズワンが沈んでいるおよそ120メートルの海底まで潜ることができる飽和潜水士を乗せた船は、宗谷の江差町沖まで来ています。明日午前9時ごろには網走港に入港する予定です。海上保安庁によりますと、その後1日かかるという飽和潜水に向けた準備を行い、終わり次第船が沈んでいる海域での潜水が開始されます。関係者によりますと、早ければ19日から飽和潜水が行われる予定で、今日午後5時から行われている家族説明会では、その詳しい方法やスケジュールが家族に説明されています。今回の事故では今もまだ12人の行方が分かっていません。海では海上保安庁などの船や航空機などの捜索に加えて、高性能の無人潜水機を使って沈んでいる船の周辺調査も行われています。しかし、行方不明者の発見につながる新たな手がかりは見つかっていません。